前節よりもさらに積み上げた部分を出していきたい、そんなお話がありました。攻守の部分でまずアウェーの地でうまくいったと感じられている部分どうだったりでしょう。いやもうこの今も聞こえてますけども、声援やこうみんなの思いやこう魂みたいなものがこう選手を突き動かしてくれましたし、ここは本当にアウェーかと錯覚するほど、ホームじゃないかって錯覚するほどのこの大声援が我々注がれてた、これが一番の力になっていると思いますから、ぜひこのサポーターファミリーと共に昇格する、ここから一つも足踏みすることなく、さらにこうギアを上げながらラスト7試合しっかりやっていきたいなと思っています。そしてあの後半立ち上がり相手に少し流れが行きました。そこで2枚替え、北島選手と宮本選手を投入しましたけれども、そこからまたボールが回るようになったかと思いますけれども、投入時にはどんなタスクを与えたんでしょうか。だいぶガラダさんも前半から飛ばしてましたから、どっかでこう足止まるなと思ってましたから、そういった時に我々には走力のある選手、全然遜色ない選手たくさん控えてますから、誰がレギュラーって、分からないほど素晴らしい競争力、日々の鍛錬みたいなものを積んでる選手が控えてますんで、自信を持って出しましたし、そういった意味であそこは追加点取る、もう狙い通りだったなというふうに思ってます。サンタナ選手のゴールシーンなんですけども、乾選手が流れてっていうところが一つあったかと思いますけども、あのあたりというのもチームとしてプラスになってる部分ですか。前の最後の崩しのところはずっとこうテーマとしてやってきてますんで、また下でこう入っていく、ちょっとこうミスパスからのセカンド拾ったような感じでしたけど、でもそこからこうアドリブで最後フィニッシュ仕上げちゃう、ああいったところはもう個の力の以外何者でもないですから、やはりそういったこう選手が我々いますから、これからも強烈なこう存分に出していきたいなと思ってます。そして今日は竹内選手が久しぶりのスタメン起用でした。竹内選手に期待したことってどのあたりだったんでしょう。まずこうチーム全体を動かすことで、特にこうテンポよくこうボールを動かしてくれますし、守備でもこう周りを巻き込んでチーム全体を動かす力っていうのは彼にありますから、そういった意味で今日滝は悔しい思いしてたと思いますけども、存分に持っている自分の力を発揮してくれて素晴らしいパフォーマンスだったなというふうに思っています。おめでとうございました。ありがとうございました。